皆さんこんにちは。最近の動画は以前にも増してたくさんの方にご視聴いただきありがとうございます。毎月の収益的には八百屋さんの1000円のメロンが10個ぐらい買えるようなレベルということで、現状個人的には営利目的で動画を出しているわけではなく、その辺の証券会社が出すようなレポートよりも皆さんに信憑性を持ってご覧いただけると嬉しいです。ということで今回の動画のテーマは、先週から相場を賑わしているソシオネクストについて、大株主の3社が公募売り出しを行うということで一気に暴落したわけですけれども、そのことを事前に証券会社は知っていたのではないか、腹売りをかませて利益を上げていたのではないか、そういったデータを分析したいと思います。またソシオネクストは大型株の割に6月中に急激な踏み上げが起きていた、そういった中でソシオショックが起きたわけですけれども、この銘柄が今後どんなシナリオをたどるか考えられる展開と、今後マークしていった方がいいような危険な銘柄の特徴というのをご紹介したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。ということでまずは証券会社の動きですけれども、そもそも証券会社の手元にあった情報として、大株主の3社がソシオネクスト株を売却したいと考えていることは大前提として握っていました。今回売り出しを決定したのは日本政策投資銀行、そしてソシオネクストの立ち上げ基盤となった富士通、パナソニックです。マーケット関係者は特に証券会社の中でソシオネクスト株が大株主から売り出しが行われるという情報を最も明確に示していたのがこの富士通になります。今の富士通の社長時田氏ですけれども、従前よりノンコアアセット事業の売却、これによって富士通の経営合理化というのを図っている動きが強まっていました。このノンコアアセット事業、富士通の中でも中心的存在でない事業というのは切り離して合理化を進めたい。対象として大きく3つ挙げられています。それが今回のソシオネクスト、そしてあとの2つは新興電工、富士通ゼネラル。この3つが売却される事業の筆頭として以前より示されていたわけです。この辺の動きを踏まえて証券会社は特に今回のソシオネクスト、大株主から早々に売却が行われるのではないか、その情報を踏まえて空売り業者を中心に株式を斡旋して自らも収入を得ようと考えていたのは容易に想像がつくと思います。ちなみにパナソニックですけれども、こちらは富士通のように情報を明示していたわけではないですが、基本的には政策保有株を売却していきたいという方針。このことは最近の日本株マーケットでは PBR 改善の一環として推進されていますので、富士通ほど明確なシグナルにはなっていなかったかと思います。さてソシオネクストは上場してからまだ1年も経っていない新しい会社ですけれども、上場当初ですね、 IPO を行った時に幹事を務めた証券会社はどこなのか、ご覧いただきますとこちら、主幹事は SMBC 日興と野村証券、そしてその他の幹事には大和みずほ、さらにはネット系の証券会社もわずかながら噛んでいます。先ほども申し上げたように、ソシオネクストは富士通とパナソニックの各社の部門を統合した会社ですので、ここが IPO をするとなると大株主がソシオネクスト株を売却する意向であることは握っていてもおかしくはありません。そして大株主の構成割合に関しては、こちら富士通と日本政策投資銀行が4割弱、パナソニックホールディングスがその半分ぐらいということですが、この IPO の段階ではいくら大株主が売却したいと思ってもロックアップが180日間、つまり IPO を行っても180日間は売却できない、そういった制限が設けられていました。ということで2022年の10月に上場しましたので、このロックアップが解除されて大株主が売却できるようになる最短が4月の12日以降ということになります。一般的な話として IPO の際に大株主にロックアップの制限がかかるのは普通のことですが、大株主が本当にその銘柄を売り出すかというのはまた別の話。少なくとも今回の案件で大株主が早々に売却意向であることを証券会社各社は裏で情報として握っていたはずです。さてご覧のようにソシオネクストの株価は6月の下旬に2万8000円弱をつけて大きく2度下落していますね。ここで空売りを行う、もしくはこちらのタイミングで空売りを行えば
かなりの利益が上げられるわけです。この2つのタイミングをより重点的に頭に置いていただければと思います。ということで、一番高いところからは株価は約半分に下がってきていますが、そもそも大株主が売却を行ったところで、そこまで大きな益になるわけではありません。富士通に関しても単体で約600億円。連結決算に関しては利益計上はありません。ではこの大幅な下落を記録して最も得したのは誰なのか。当然空売り業者と証券会社ですね。踏み上げのタイミングでは信用買いの数量が爆発的に伸びていたというような話もありますが、個人投資家がこの銘柄を信用買いに踏み切らせる証券会社の推奨レポートに関してデータをご覧いただきますと、こちら主幹事だった SMBC 日興はレーティングを中立にしていますが、目標株価は22,000円。また野村証券はレーティングを買いとして5月23日、まだ株価が踏み上がる前に更新を止めています。これだけ大きな動きが6月中にあったにもかかわらず、 SMBC 日興に関しては中立と置いているので、まだマシな方かもしれませんが、野村証券に至っては情報を握っていながらも買い推奨を出したまま、大きな株価の動きがあった6月中にはレポート上の予想を何も更新しないという荒技に出ています。さて、ここまではソシオネクスト株の背景、証券会社の握っていた情報などをご覧いただきましたけれども、ここからは具体的なデータを用いて皆さんに証券会社や空売り業者がどのように動いていたのか、そして情報を握っていながらも果敢に美味しい汁を吸ってきた証券会社はどこなのかというのをご覧いただきたいと思います。先ほどから証券会社や空売り業者の話をしていますけれども、どういった関係性なのか、そして今回使うデータはどこのデータを示しているのかというのを先に前提としてまとめたいと思います。ヘッジファンドが空売りを行いたいときに株券を調達してこなければならない、その斡旋を行うのが証券会社ですね。そして証券会社はどこから株を借りてくるのかと言いますと、投資信託や年金基金、上場 ETF など、これほどの大型株であれば現物株をたくさん保有しているファンドというのはすぐに見つかります。これらからソシオネクスト株を借りて空売りに使ってもらうという構図ですね。今回ご覧いただくデータは、この貸し手から証券会社に対してどれくらい株の貸し借りが行われているかというのを示したデータとなります。それではまず日証協が発表しているソシオネクスト株の貸借残高、どれくらい株が借りられているかというデータですけれども、2023年約半年間の推移をご覧いただきますと、一番最初に真ん中のところで大きく伸びている、こちら3月末から4月にかけてですけれども、このタイミングで何が起きたかお分かりでしょうか。露骨ですね。ロックアップ期間が終わるタイミングです。そしてその後株価がどんどん踏み上げ状態で上がっていくタイミングが6月にかけてありましたけれども、意外と貸借残高の水準は変わっていない。そして次に急上昇を見せるのが7月の上旬のタイミングですね。ここで約400万株まで伸びています。ということで、少なくとも日証協のデータを見ると、ロックアップ期間が終わったタイミング、さらには発表が行われた週、ここで一気にソシオネクスト株を借りる動きが強まったということですね。それでは皆さん、この半年間具体的にどの局面でどの証券会社が大きく動いたかというのを動くグラフでご覧いただきたいと思います。3月末から時系列に追っていきたいと思います。3月末、株価はちょうど1万円前後です。さあ、始まりました。どこの証券会社が一番悪どいのかを見極めるレース。まず4月12日、ここで大株主のロックアップが解除されました。すでに野村証券が一定株数借りていますけれども、こちらはロックアップ前から継続して借りているということで、何ら意図があるものではないかと思います。そして4月末までどの証券会社も大きな動きなく、ゴールデンウィーク前後に入るとですね、野村証券が借りている株数も一旦解消されます。4月末で1万1000円を超える株価ということで、この間ほとんど下がり目なく、4月28日の決算発表を受けても株価は上がり目となったので、一旦ポジションをクローズして返済したという形でしょうか。しかしゴールデンウィークが明け、株価が1万2000円を超えてくると、まずシティグループ証券が動き出しました。そして続いて UBS、 バンクオブアメリカと立て続けにレンディングで調達。この瞬間では1万2000円超えというのが過熱感と捉えられ、中旬にかけて500円ほどですけれども押し戻されています。一方で5月末から6月の頭にかけて、このタイミングで空売り斡旋に入ってきたゴールドマンサックスや UBS 証券、バンクオブアメリカなどは5月の月末をまたいで6月上旬まで粘りますけれども、株価は一向に下がる気配を見せません。まずはゴールドマンサックスが手を引き、
その後バンクオブアメリカが果敢に挑戦しますけれども、こちらもうまくいかず、たびたび入ったり出たりを繰り返しながらも、結局は終値ベースで最も高い6月21日の 27,700 円を迎えます。そして6月22日、一番最初の大きな下落を記録した日、ここで外資系証券は一気に手を引く、一番最初の大幅な下落ということで 28,000 円弱から23,000 円弱まで 5,000 円ほど下がりましたけれども、ここから入ってきたのがみずほ証券、そして月末にかけて最も大きな動きを見せたのがシティグループ証券です。この6月28日というのは株主総会が行われた日、そしてこれを通過した後に7月5日の大株主3社の売り出しというのが発表されるわけですけれども、おそらく証券会社の中の情報としては、少なくとも株主総会を通過した後というのが一つの売り出しに向けたターニングポイントになると想定していたはずです。ここからは激しくいろんな証券会社が入ってきますけれども、まずシティグループ、そして JP モルガンがここに来て初めて空売り斡旋に入ってきました。さらにはバンクオブアメリカも再参入ということで、結果として今回の売り出し発表前に情報を掴んで空売り斡旋を大きくしていたのは、上から順番にシティ、JP モルガン、バンクオブアメリカと外資系の証券会社が暗躍する形となりました。最も露骨なのは JP モルガンですね。シティやバンクオブアメリカはこの期間中たびたび空売り斡旋に入ってくることありましたけれども、 JP モルガンに至っては7月入ってから初めて入ってくるという少し不自然な形に見受けられます。そして発表を受けた翌日にはみずほ証券や SMBC 日興が大きく株を借りています。おそらくこれは売り出し価格の決定日に向けた売りの圧力というのを予想して、みんなこぞって入ってきたという形ですね。ということで、思ったより日経の証券会社はあまり空売りを斡旋していなかった。一方で外資系はガンガンとチャレンジングに何度も入ったり、株主総会通過後に新たに借りてきたりなど大きな動きが見られました。特に IPO の幹事を務めた証券会社は、情報を掴んでいたとしても様々なリスクを考慮して控えめな動きで留めた可能性も考えられます。ただ顧客に向けた推奨レポートに関しては、個人投資家に向けた正確な情報提供を行っているとは言い難いような形となっています。そして ETF であったり、レンディングの不動株に対する比率をご覧いただきますと、上から9番目の青くなっているところにソシオネクストがいますが、こちらのデータは1000億円以上の時価総額がある大型株、そして ETF が貸し出している比率が保有株の7割以上ということで、限界いっぱい借りる需要が発生している銘柄たちとなります。そして一番右側のデータは、日商協の貸借残高が不動株に対してどれくらいの割合になっているか、この列で並べ替えを行っていますが、やはりレンディングの状況がマックスに近い状態で、不動株に対しても大きく空売りが行われている銘柄、特に目立つのは上から3番目、国策企業で失敗作の代表例、ジャパンディスプレイ、そして4番目のシャープですね。上位にはご覧の銘柄が並びますが、中ほどにはソシオネクスト、下から2番目の川崎汽船も足元株価が好調ですけれども、貸借残高はマックスの状態です。さて、2つ目の章、ソシオネクストのデータに関して最後まとめたいのがこちら。今後考えられるシナリオですけれども、木曜日の引け時点で 16,010 円をつけています。一応公募が控えているということで、この後さらに下がっていくのか、それとも上がっていくのかという話ですけれども、一つ材料になるのはこちらのラインですね。14,668円、これが大株主3社による公募売り出しの価格として決定した値段です。少なくとも公募が締め切られるまではこの値段を死守しないと、今回売り出しの対象となっている外国人投資家からは何のために売り出しをするのか意味がわからないとなるわけですね。当然そんなのに応募するぐらいであったら、マーケットで買った方が安いという状態になってしまう。株価がこの値段を割ると誰も大株主からは買わなくなるわけです。ということで、この売り出しを担当する証券会社は、この価格に株価が近づいたらこれを下回らないように死守する動きに出てくると思われます。その展開よりはマシですが、もし株価がガンガンと上がった場合、この時は証券会社が大株主から怒られます。とはいえ IPO 新規上場の時の値段設定とは違って、マーケットの値段を元に一定のディスカウント率でこの 14,668 円は決められているので、ことの重大さを考えれば下に行く方が問題が大きいので、一応のサポートラインは想定されながらも、今後のシナリオの確率と値幅、上下で考えた時には期待値が大きいのは、公募が終わるまではどちらかといえば上ではないでしょうか。
それではここまでご覧いただいたソシオネクストが置かれている環境、そしてそれぞれのデータ、これを踏まえて第二のソシオネクストを捕まないために情報を整理していきたいと思います。特徴としては先ほどご覧いただいたように、そもそも信用買いを行う際はリスク管理を厳重にといえばそれまでなんですけれども、今後の動きとして気になるのは当然冒頭で申し上げた富士通のノンコアアセット事業の売却、ソシオネクスト以外に残された新興電工と富士通ゼネラル、この2社においても同じようなことが起きるのかという心配ですね。まず新興電工の株価推移ご覧いただきますと、こちら5月以降順調に株価右肩上がりに5割ほど上昇していますが、貸借残高の推移をご覧いただきますと、こちら3月から4月にかけて大きく減らしていますけれども、また足元伸びているという形ですね。ただ一番右側、ソシオショックが起きた後は大きく減らしているのがお分かりいただけると思います。株価の推移と比べていただいてもこんな感じですね。なぜソシオネクストと同じように富士通から売却が想定される新興電工の株、これがあまり下がらずに貸借残高を大きく減らしている、なぜ空売りから回収されているかと言いますと、新興電工の場合はですね、ソシオネクストのように公募売り出しをするのではなく買収を予定しているからですね。ですので新興電工を富士通から引き受けたいというような企業が現れたら、そこがまた大株主となって経営シナジーを生み出してくれるというわけです。今回のようなソシオネクスト株を市場にジャブジャブと放出する形ではなく、別の引き受け手に買収させたいと考えている。ただその交渉は初期段階ということですね。ですのでソシオネクストとは逆にプラスの方向で進んでいるようです。富士通ゼネラルに関しては株価推移こちらですね。今度は先ほどと違って4月下旬から株価は軟調に推移しています。この間相場全体もかなり好調だったので、相対的にもかなり負けている銘柄ということですね。そして貸借残高の推移をご覧いただきますと、こちら株価の動きと似たような形で4月の下旬をピークに大きく減らしている。株価が下がっていて徐々に空売りが解消されていっているような形です。こちらの銘柄に関してはマーケットで買収がそれほど意識されていないように見受けられます。ここまで価格が下がってしまうと、売り手となる富士通としては買収価格を少しでも高い値段に設定したいわけですが、それに反してマーケットで株価が下がってしまっているので交渉が難航しているようです。富士通ゼネラルに関しても新興電工と同様買収を想定した交渉かと思われますが、この2社ともですね、富士通としては早く売却を行いたい、3年以内の売却を強調しています。しかし両方とも交渉が難航する、買収がうまくいかないようだったら、ソシオネクストと同じように公募での売り出しというのも売却を優先すれば可能性としてはなきにしもあらずですが、まだその議論を行うには早い段階と言えるでしょう。そしてもう一つ気になるのが、今回一気に大株主3社が売却を行う、この決定を裏で国が主導していたんではないかという点ですね。これに関しては推測の域を出ませんが、一応今回の件でマーケットで最も驚かれた点というのは、3社が一気に売り出すと決めたポイントです。まあ普通は大企業同士であれば多少忖度して株価の影響が大きく出ないようにするのがどちらにとってもメリットにはなるはずですが、今回国が混ざってしまったことで他2社はあまり選択肢が得られなかったのかもしれません。この日本政策投資銀行が大株主となっている銘柄の状況はこちら。保有割合が高い順にマーキュリアホールディングス、ソシオネクスト、空港施設、アイスペースという順番ですね。岸田が日本の半導体を世界に大きく売り込んで株価を上昇させている中、上場半年の半導体銘柄を手のひら返しのように放出する日本政策投資銀行のやり方にはもはや呆れを通り越して簡単いたしますが、先ほどご紹介した富士通のノンコアアセット事業の2社と、このご覧いただいている日本政策投資銀行の保有割合が高い上位の銘柄、これがどれくらい今空売りされているか念のためデータを確認しますと、一番上ソシオネクストだけが最も空売りに使われている。その次に高いのは新興電工ですが、まだ 15% 程度ということで、そこまで必死に借り集められているわけではない状況です。またこちらの下3銘柄のデータは ETF が保有していない、つまりトピックスの構成銘柄ではない3銘柄ですね。ただアイスペースに関しては時価総額1200億円以上ということで、こちらも2、3ヶ月前に話題になりましたが、国策企業の一つですね。ETF からは借りられていませんが、不動株のうちの2割程度が貸借残高に上がっていると
ということで、これも再び踏み上げが起きて株価が上がってくる局面があれば、大株主の動きに要注意の銘柄の一つに挙げられるかと思います。ということで、今回はソシオネクスト株を取り巻く裏の環境、そして証券会社の動きをご覧いただきました。大株主からの売り出しが発表されて暴落が起きるということは、特に株主総会を通過した後というのがかなり予見されていたようです。そして実際にソシオネクストのロックアップあるいは IR イベントの節目、ここで外資系を中心に証券会社の動きが活発化していたのをご覧いただきました。さらに今後要注意な銘柄として挙げられる国策あるいは政策保有比率が大きな銘柄、大株主がたくさん抱えているような銘柄で、買収案件ではなく一般に売り出しを行うような可能性の銘柄です。そして貸借比率、レンディングの割合というのが増えている銘柄というのは要注意ですよということで、皆さんの保有している銘柄の中にも該当するようなものがないか、大株主であったり貸借残高の推移というのを今一度ご覧いただければと思います。そして特にこのような銘柄で信用買いといったようなリスクの高くなる投資を行う際には厳重に警戒した方がよろしいかと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。少しでも面白いと思っていただけたら、高評価チャンネル登録していただけますと幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。